はい。崖の上のヒューリオン。崖のヒューリ、上のヒューリオンが、新しくなった。6.86 バージョン。ちょっとやろうかな。ちょっとスクリエナモだったっけ？最初、ゴールド。100円だけちょっともらって、で、クリエ代だけちょっと買って、まあ、いつも通り。今回ね、単語いらない。いらないから、枝3個買った方が早いのかな？どうなんだろう。150円分遅くなるけど、攻撃力で言ったら、なんぼ？ 65 から？いやー、3増えるだけなんだよな。けどまあいいか。ここ。新しくできたここ。ここが良い。これギリギリ見えねえんだよね。どうなんだったっけ？スタートで始まったっけ？スタートがわかんない。始まんね。どうだったっけな？どうやって始めるんだったっけな？まあいいや。2つ。チート。ここにエンシェント書くでしょ？で、ここに新しく追加されたでしょ？まあ枯れる。まあ枯れる。スタート。あ、スタートゲームだ。もう始まっちゃった。スタートゲームで始まるね、これ。まあ、いつも通り。何もする必要ないんだけど。ただ、これダイヤ側で始まったとき、まあ、バレないかな。この辺でやってると、この辺通るやつにバレるから、その辺はね、あんま良くはないかもね。いつも通り、いつも通り、みんなで何してるんかなと。チラチラ。様子見るぐらいだね。なんかこれ到達が遅くなったって言ってるね。あ、本当になんか21秒だったんが、20何本？あ、こっちは21秒か。いいし、これ。これどっち買ったらいいんだろうな。多分こっち買ったら、何本だったっけ？経験値何本？ 200 でしょ。さっさとレベルになった方がいいのか、それとも買ってしまえばいいのか。死んだ時にどっちみちこっち狩る時間あるから、どっちでもいい気がするんだけど、まあ、エンシェント買ったらレベル一発で上がるよな。ドタツイキじゃないな。エンシェントクリープの経験値って変わったっけ？変わってないよね。じゃあ日本語行きでいいや。クリープ、ラージキャンプ、経験値が119と25と25だからレベル2にならないね。じゃあこっち買った方がいいんか。かかる時間的にはもう1分 1分でっかいの倒すに1分かかる。ただしレベルが上がらない。でかいの1匹じゃ足んね。こいつ何本？119、155、155らしい。だから、でっかい、これでっかいの倒して、上のちっちゃい方を2匹倒すと、まあ、上がるけど、で、これもう行く必要ないから、もうスタッツ上げていいんじゃねえかな。もうこれ取らんでいい気がする。まあ、取らないと、後で苦労するけど、どうしようかな。まあ、いつも通り取るか。これで買っちゃっていいと思う。手伝ってもらって、こっち行って。あ、遅いな。さっき何でやったんかな。いいや。これ無駄な時間できちゃうな。遅すぎるな、狩るの。レベル3。500円。まあ、このビルドだからダゴン行こうかな。あ、まあけど言うほどやな。ロスは出るな。15秒ロス出ます。で、これを隠しとかないとバレるから、隠しとこう。まあ大体死んだ時のこと考えてこっちあげるよね。こいつにこっちからして、あ、あれ積んだ。倒せねえじゃん。こいつね、レンジドだけど、レンジ射程300しかないから余裕なんだよね。こっち倒したらいいな。あっち倒して、
で、その後こっちだな。こっち買って湧く前にこっち殴るのもありかもな。リジェネなんぼ、まあまああるな。まあまあだな。最適解はまだ分からん。分からんけど、なんだろうな。まあけどこれ使って狩るべきだと思うわ。これは。あ、スタックしたらいいんだな、これ。こぶんで。どんくらい？多分3秒ぐらいでやってもいいやろ。だいぶね、早くはなったと思う。あの大キャンプと中立がいるから。枯れないから。まあ大体これ取るんだよね。ミクレ取ってるからこれ運んできてもらって。いやこっち倒したらいいな。問題は木がなくなるこれ。これ木？これ木だっけ？これ木かな。木だ。ここの木も一応使えるかな。こっちはすぐ、どっちスタックさせたらいいんだろうな。届いて攻撃力上がる。まあ向こうからなるよね。これスタックさせられないな、この状態だと。けどこれこっちに引っ張ってしまえば沸かせられるんじゃないのか。逃げろ。沸き範囲どこだろうね。ここのスパウンボックス気になるね。こいつ一番柔らかいのかな。こいつ結構早く死ぬ気がする。個人の見解です。ちゃんと逃がしてあげたらもっと早いだろうね。ちゃんとすれば公文出せる動画はね。ここは届く。いや、こっちから先。多分ね、あんまこれはね、こっちよりもね、上あっちからした方がいいと思うんだよね。勝てないから。こっち倒すか。どっち倒せばいいか分かんねえ。てかもう降りた方がいいかもしれないレベルだけどな、これぐらいになると。前何分だったっけ。けど地下下で買った時が、地面で買った方が多分早かったんだよな。7分、調子よくて7分ぐらい、7分ぐらいで枯れてた気がする、俺の記憶では。で7分ぐらいでダゴンできてた気がする。なんかね、下でやった方が1分早かったんだよね。まあそりゃそうなんだけど、これと一緒に殴ってるから。でトレンド強くなったでしょ。で本体も強くなったでしょ。4ぐらい多分ね、下行った方がやっぱ早いとは思うんだけど。これもう帰らなきゃいけなくない？6分。まあけど高台で粘ることは6分間。6分間な、粘ったところでな。ここでロスが生まれるから2番で飛んでってどっかで買った方がいいよな、これ。アルティメイト取って経験値がいっぱい入るようになったね、枯れるから。6分でレベル6ってどう？早いん？遅いん？ちょっと分かんないですね。でエンシェント待つかどうするか。まあ待つか。一応アルティメイトと2番あるからギャングにはいけなくはない。けどこれがないな。で湧いて、多分これはこっちで買って、これ、こっち返して、で、俺たちは、こっち投げればいい。ちょ、やめろ、やめろ、やめろ、やめなさい。無本だ。木入ってきた。だいぶロスってる気がするな、これ。気がするじゃなくて、ロスってるんだよね。殴らないで。8分ぐらいか。本当はね、帰り道の TP も欲しいけど、まあこれでいいか。8分ですね。まあクーリエ飛んでたらもうちょっと早いから。8分だな。遅いっすね。遅い遅いけど8分。アルティメイト使って2番使ってはいけないね。とりあえず2番だけだね。180だから飛んでって、まあ、1番で囲う穴があるかどうかぐらいか。3番使ってこっち枯れる分ちょっと早くなったからね。8分12秒。
次地べたでやるか。まだ枯れます。だいたいこんくらい、8分30秒ぐらい。じゃあ次下からやるか。地面からだったら何がいいのかな。まあタリスマンと、マナポ3つ、もう邪魔されない前提ね。でやるか、ネイチャーで、3個だったっけ、3個だね。でこれ取って、でゴールド100もらって、クーリエを買う。で、スタ違うわ、スタートゲームで、ゲームを始めて、俺はここから3本出して旅に出る。どっから狩るんだっけこれ。まあいいや、ここからが一番楽だよな。まあええわ、いつも通り適当にやろう。ネイチャーどっから狩るのが正解なんだろうな。あ、開いてない。あ、危ない危ない。もう変わったな、上になってんな。さあ枯れるかな。枯れるでしょそりゃ、そういう風にできてるんだよ。まあ攻撃力が DPS 上がってるはずだからな。あ、出なかった。もちろんダゴン、まあ、ダゴンが今のメタに合ってないんだけどね。あれどこだったっけ、こっちか。あ、ここにできたんか。なんかおかしいなと思ったら下に余計できたんか。こいつの方がね経験値多い。基本的にね森の皆さんはね、あのレンジのやつが多い。レーンクリープもレンジの方が経験値多いよね。でマナポの回復量伸びたよな確か。まあ、これ取らんでいいわ。多分ね、いろいろ森ネイチャーにとってはねかなりのバフだと思うんだよね今回のパッチは。逃げるようにね、一応ね一応取っておきましょう。スキルは振らない、必要になるまで振らない、必要ならば殺す。枯れるやろ。ジョインドタ、ジョインドタもう最近ピョンヒンって鳴らしてないのかな。ギャイーンって音も好きだったけどな、ギターみたいな。これギリギリ足りないな。やめてください。あ、殴ったこいつ。そう、だいぶ無駄になっちゃったじゃん。ならない、なれなかった、変身できなかった。下買って上買った方がいいのかな、ちょっとその辺分かりませんけども。あいつ痛いんだよね。ちょっと離れたぐらいじゃ無駄だから離れるのやめよう。逃げて、やっぱ死にたくない。行こう、次上。バイマイシェギーバーク、遠い遠い。お、弱いやつらだ。行け。これどれから狩るのが一番いいんだろうね。だいたいいつも分かんないから適当にやってんだけど。波動拳が飛んでくる。飛んでこなかった。まあもうスタッツ振らない前提でいこう。あれさっき何分で変えたっけ、覚えとけばよかった。下行こう、下。はいはいはい、こいつが一番強いよな。じゃあこいつらも美味しいのかな、レンジドだから。あのさっきの4兄弟のところ、大中中小小中中小小のところ、あそこ結構ね経験値くれる。ここでもうこう取っちゃうね、大体こうやってる。あっ、ジ分身マンだ。やめなさい。3分50、ただ8分でダゴンだったよな。8分でダゴンだよな。マナ足りんのかな、足りそうだな。イントが伸びたんだっけ、ダメージじゃなくてイントが伸びたんだよなこいつ。
ここの4点狩り遠い、ここ切りてえな。トリッピーだ、トリッピーって結構美味しかった気がするんだよね。まあ、あっちは任せよ。あ、いなくなっちゃった誰も。うん、最高効率求めて失敗。ヒーラー軍だ、間に合いそうですね。けどこの辺さ、ワード置かれるからさ、もろ見えだよな。どこに置くんだ今一番強いのってどこなんだ。てかどこにいれば脇止めしないかもわからないんだけど、とりあえずこの辺によ。ここなら大丈夫やろ。あ、こらこらこら、いる？いるやろ。そらいたいたいた、びっくりした、いなくなっちゃった。こっから加速すると思うんだよね、後軍いる分だけ。こっち行って、あのこっち借りたくねえよな。ここで買って、遠くない？全体的にあそこ動かんでずっと湧いてるから、あっちはあっちで幸せなのかもな。やめてや、死ぬやん。死ぬ、死ぬわ。ゴー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 。ジャングル TA 大会とかやったら絶対おもんないやろうな。やめとこ、逃げろー。よくできました。ボトムが折れちゃう。ここなんかあったっけ。 あ、 あったあった。なんかこっちから行かなくてもいいのかな。最高効率の、これ森遠くない？全体的に遠いよな。あ、ティンカーとかはできなくなったんじゃない？あ、できるんかな。いや、できないよな、ここ枯れねえもんな。同じぐらいかこれ。あれ変わんないぞ。崖の上の方が邪魔されにくい、邪魔されないというか、ね、邪魔されにくい、邪魔されにくいから崖の上でもいいのでは。変わんないぞこれ。いや変わるかさすがに。変わんなくない？どうだろう。あー、けどちょっと早いかな。いや一緒だなこれ、一緒やな、一緒やな。じゃあ後で動画見よう、全然覚えてないから。あ、一緒やぞこれ。マナの残りも一緒、レベルも大体一緒。まあルーンチェック、ルーン取りに行けないとかそういうのもあるけど、それぐらいだよな。崖の上でも良くなったんじゃないこれ。崖の上と下では、あ、これ一緒じゃない？崖の上の方がちょっと遅いか。崖の上ロスあったからな。ロスなしだったらもう誤差の範囲じゃないかな。けどこの時間のダゴンって10秒20秒が生死を分けるからな。あ、これ一緒だ。適当にやったら一緒だ。最高効率を求めてないけど適当なら一緒ですぞ。というわけでね、レベル7、レベルも一緒でしたね。以上、ダボンヒリオンでした。一緒やな。ということでね、何も考えたくない人は、ここだね。配信始めてすぐとかは、雑談時間が取れるっていう。ピック待ちで、マッチ待ちで3分、ピックで5分、8分、ゲーム開始で2分、10分、で、10分近くできるから、20分ぐらい、APM がすごい下がったまま始められる、最高のロケーション、崖の上のヒーリー 6.86 バフされました。以上です。